Hold up. みなさんこんにちは、なるチャンネルのココと親父ヒロさんです。はい、先日なるが遊べるようにといくつかクッションをまとめ買いしまして、今娘のその横に置いてあります。何個買った？7個買いすぎやんということで本日は子犬を飼った人のほとんどがやるという遊び、子犬にクッションをたくさん買ってみた、どれで一番遊ぶか当てよう選手権をやります。誰もやりません。やらんかった。やらないと、はい、はい、ではクッション見ていきましょう。はい、1つ目、第一のコース、シンプルな茶色の、硬めのね素材のクッションだよね、うん、これ第一のコース、はい、はーい。第2のコース、おっ、サイコロ型のカラフルな、これ猫かな、うさぎじゃないの、うさぎわからん、何、どっち、うさぎっぽくね、猫だったらもうちょっとちっちゃいでしょ、猫かうさぎの、サイコロ型のカラフルなクッション、はい、はい、はい、第3のコース、ね、なんかこじゃれた猫イラストのクッション、猫かなそれは、うん、裏も可愛いよね、うん、裏は黄色。第4のコース、はい、今のとお揃い、なんかこじゃれたクッションのうさぎ、うさぎ、はい、裏も可愛い、はい。第5のコース、ヒゲクッション、はい、これお父さんお気に入り、ヒゲクッション、テレレレテテテテテテテやって、知らんな、はい、知らんな、はい、ヒゲクッションです、はい、かわいいです、はい。第6のコース、はい、骨型クッション、まあ実は骨じゃなくて多分あのアルファベットの I なんですけど、骨っぽいので、購入した骨型クッションです、はい、はい。じゃあ最後、最後、第7のコース、トイプードルの、これはね、実はあの本来はマフラーポーチで、そのピンクの部分がマフラーになるっていうもので、クッションじゃないんですけど、まあ、絶対的にあのここがねマフラーとして使うことはないので、じゃあそれもあのピンクの取ってさ、うん、もうあのクッション的なおもちゃとして、エントリーします。はい、以上です、まあ、実はこれらはビレバンのアウトレットで激安購入したもので、マジの驚き価格、今紹介した7つ全部合わせても700円ちょっと、花てかさ、これ1個で700円ぐらいじゃない、うん、いやもっとするでしょう、まあ、ほんと普通に買うのがバカらしくなっちゃうぐらい安かったです、うん、まあ、それぞれの値段など詳しくはこちらの動画をご覧ください、概要欄に URL も貼っておきます、はい。まあ、あの中には長期間在庫してあったものもあるかと思うので、念入りにファブリーズをして日光干しをしましたということで本題、今、紹介した7つを一気になるにあげたら、なるはどれに一番食いつくでしょうか、どれを一番気に入るでしょうかというのを当ててください。はい、はい、どれにしますか。なんかこれは慣れたらここをめっちゃ噛みそう、これかこれかなと思って。なんで、なんかこれカラフルで、うん、ここがあるし、あ、それちょっとその耳のところは隠してとか後ろにして、マジ後ろか下にしてあげるんでしょうか、あの、そうす、マジでそうしようかな、じゃあ、はい、うん、これで一緒で、トイプードルで、はい、じゃあココが選んだのはトイプードル、トイプードル、なんででしょう、え、ナルト一緒、トイプードルだから、きっと、きっと、はい、きっとそれに来るだろうとはい、いうことでトイプードルを選びました。お母さんどれにする、緑の、はい、骨、緑の、骨のを選びました、はい、お父さんはお気に入りはそのヒゲなんだけど、まあ、それも地味だからな、
まあなんだかんだで俺はそのサイコロ型の、うん、カラフルなやつにしようかな。まあ色がカラフルなのと、そう、真ん中にあの穴が開いてんで、そこにあの鼻を突っ込みに来るんじゃないかなっていうところで、お父さんはそれにします。はい、はい、ということで、じゃあなるにあげてみよう。はい、じゃあ並べていきましょう。じゃあまず左に置くのは、うん、どもう好きな順番に置いてください。じゃあうさぎで。はい、次これで、次はこれで、こう、もうそれ真ん中いきますか。うん、それでいいよ。で、この次にこうしよう。なんか自分の真ん中に置くっていう。あ、じゃあこれ、じゃあいい、どういう風でもいい、どういう風でもいい。で、真ん中やな、こう。はい、やっぱりこれをこっちに置いて、うん、こいつを置いて、うん、じゃあひげは、うん、ちょっとひげ地味だで、真ん中辺に置いてあってくる。その端っこ地味すぎるわ。見えへんのちゃうなる。自分の選んだトイプードルはもう真ん中から動かさないという。はい、こういう順番でいいですか。はい、じゃあここに 1,2,3,4,5,6,7 個ね、並べました。お、もうナルが見てます。ナルがあっちで見てます。ナル、これナルのクッションを買ってきたよ。どれか好きなやつに飛びついてください。ということで、じゃあ開けてみよう。はい、おおやっぱりこれだった。はい、ここ当たりを、それだけ持ってったピンポイント。あ、そうなんや、そうなんや、ちょっとびっくりした。やった、めっちゃ尻尾振ってる。鼻止めてる。あ、ほんと？あ、でも一発で破れそう。それなんだ。はい、ということで、ここが正解でした。なるが飛びついたのは、こんだけある中で、この自分と同じトイプードルでした。ちょっとなる、これは？これは？入れてる、入れてる、ほら入れとるじゃん、入れとるじゃん。こっち側から見ろ。ちょっとなる、なる、なる、ひげは、ひげ、このひげ、ひげ、ちょっとタグは一個やろ、そりゃ。でもなんだかんだで多分お前これが一番好きやで。これこれ家庭紙、ここにこのなんか噛み心地よさそうなとこある。あれ、やっぱそっちか。まあ分かった、検証結果どれでも遊ぶってことやな。いいね、いっぱいあってクッションいっぱいあって楽しいね。でも最終的にはトイプードルに行こうか。折りたたんだ。折りたたんでなった。え、これナルが折りたたんだ。はい、ということで今日の動画はナルにたくさんクッション買ってみた。どれに食いつか選手権はこの。折りたたんだ。はい、でした。バイバイ。